はい、今ね、エニタイム京橋店に来てるんやけど、試合が終わってね、やっぱ街中エニタイムいいね。まあ朝で結構若い人もいっぱいおるし、なんかタトゥー隠してるとかもいいし、ごついし、みんな朝からガンガンやってるね。でね、俺はやっぱ試合が終わって、まあ、エニタイムでまあしっかりもう一回パンプさせて、次にこう次のスタート早くするってやっぱすごくいいね。今日はあの80でベンチを一応10回3セットとアームカール、結構重め、これ高負荷で、懸垂、あとはそのバランスボールに乗って、まあ、ストレッチしながらちょっとあの自分のレース見たり、あとその、まあ、反省やね、ケアとかもして。ちょっと昨日ね、足首痛めてね、痛いね、どっからアイシングさなきゃなと。で、このなんかまあそのやっぱエニタイムのいいとこってやっぱどこでも今あって、いろんなとこでなんか俺強化のきっかけになるし、あとさ、例えばその、まあ、俺ほらやっぱ小倉南店とカナダ店しか使ってないけど、まあ、冷水器あるし、なんやろ、チンニンググリップっていうかな、体組成あるし、あのパワーラックとかでっかいマシン使うときは名前書かなきゃいけんし、時間も書かなきゃいけんし、
まあ、いろんなとこによってルールが違うな。あとね、8000円やね、月。多分ジョーラもっと安かった気がするけどね。フランチャイズでもいろんなとこがいろんなことやってるよね、うん、勉強になったわ。久々こう、久々とか大阪で一回も来たことない、うん、はい、でこれでね、多分さらに強化につながるし、今度ね2週間後か、長崎のマスターズに出場して、ちょっと1個目は1個目1分切りたいなちょっと思ってるね。いやすごいわ、なんか横にアスリートワークス、子供のためのなんかパフォーマンス上げるとこもあるし、今花屋とかもあるし、なんか素敵やね。もちろんコンビニだって横にあるし、で今日ね、その冷水機があったりさ、もうすぐこうプロテインを飲むことができたし、まあ回復すると思います。以上、アリアスバイバイ、エニタイムレポートでした。選手権とは大きな違いじゃないけど、そのもう水泳好きな人のも集まりやね、みんな楽しんでるし、もう殺伐した雰囲気は全くないし、そのもう俺は経験したことないね、ああいうこう自分より年上の人とか、あと、まあ、年下もいたけど、そのなんていうかね、まあいろんな区分があって、しかもそれがごっちゃでレースされてるっていうのが、ですごいこうやっぱこう今回ね、なんかすごい話しかけられたし、まあ、話しとってめっちゃ面白かったし、ちょっと俺もやっぱね、もっと水泳を好きにならなきゃいけんし、もっとやっぱ健康にも気ぃつかなきゃいけんし、ちょっとやっぱあの空間が少し楽しかったね、本当に、うん、お世辞抜きに。でね、レースの方は、まあ、本当初めてマスターズに出る人のためにも、それがどんどん俺増えてほしいなと思う。結構やっぱね、水泳ってさ、競泳ってさ、まあ、はっきり言って大学のインカレもしくはその大学が定めてる、まあ、ラストレースを終えたらほぼほぼ引退。でもさ、引退する必要ある？もう完全にこう水に入りませんとかさ、そのもうそういう雰囲気になるね、もう泳ぎたくありませんみたいな、もうお腹いっぱいですみたいな。俺もその中の一人やったけど、まあ少なからずあそこにいた集団は
そこから、目が覚めて、多分そこからそのアホみたいなその日本の伝統に違うと思って俺は泳ぎ続けた人たちだなとちょっと思ってんだけど、はい、レースの方はね、とその前にそのエントリーがね、エントリーが今回抽選で入って、結構書類とかをこうしっかり出さんとなんか中に入る、カードも必要だし、いうマスターズ登録も必要だし、で中に入りました。そしたらもうすごいこう波早のサブプールね、あそこはもう熱気ムンムン、で午前中もやっとったし、そので午後からのセッションも結構人が集まっとったし、午前出て午後そのもう一回出る人もおったみたいだし、すごいね熱気があったね。で俺そのもう結局さ、午前と午後に分けるのは、まあ、コロナウイルス感染対策のためにもこうやってるね。だけん、もう種目数も少ないし、エントリーとかも少ないだけど、ね、めっちゃすぐ来る自分の時間がね、番が。で俺はそのプログラムチェックしたら、結局1バタのもう30分後に、50バタで、これやともうほんと水着も履き替える暇もおそらくないやろし、ちょっとほらタフになるなって感じだけど、まあそれに、まあでもスケート選手権もそんなあったし、なんか俺はいけるかなと、うん、思ってはなかったけど、一畑はね、どんな感じで行ったかというと、ちょっと本当は、まあ、今回は失格をしないくらいちゃんと早めに浮き上がってきて、失格をしないくらい、まあ、ちゃんと泳ぐ、なおかつちょっとウェイト、フィジカルがね最近なんかうまくいってて、そっちの数字が上がってるし、なんかこう自分の中でヒントをつかめればいいかなと思って挑んだ。練習はもうゼロ、ゼロ中のゼロ。一畑、まあ、何が俺に火をつけたかというと、隣の人がさ、あの浅野さんですよねっていう話が来たよね。で、はいって言って、この竹川ですって言って、と思って、まあ、誰かと思ったら、俺の先輩、竹川副大臣の先輩、竹川浩二先輩のお兄ちゃんで、40中盤組むんでやってるよね、びっくり。まあ、竹川浩二先輩は俺もめちゃめちゃお世話になったし、今枚方スイミングでも結構先輩になっちまったし、そのお兄ちゃんがね、その泳いで社会人選手権もエントリーしたみたいだし、そこそこ早い。これで、まあ、対決になるように横やし、ね、で、まあ、初めてのデビュー戦で俺はそうやってこう喧嘩をプロレスを引っ掛けられてちょっと燃えた、うん、ちょっとやっぱ負けたくないし、せっかくやったし、やっぱ俺2冠王になりたかったし。でね、一番はね、その結構前半初めの25だけ抑えて、そっからまあ上げていこうみたいな感じだったんだけど、あんまり離されても差し切らんと思ったしね。でブワーンスタートして、高専バラの兄ちゃんめっちゃ行くんよ。で結構ね差が縮まらん。で50終わって、ちょっと俺ほんとグッと腹筋締めて、冷静にテンポアップして最後の20で爆発してやろうと思って、その作戦がまあうまくはまり、1番でフィニッシュしたんやけど、タイムがなんと57秒4かな。それはさ、めっちゃ速い、めっちゃ速い。もうほんと競ったおかげだと思う。もうそれなかったら絶対なかった。結構俺もちょっと浮いたなって感じだったんやけど、で水着も少しちょっと抑えたやつで言ったんやけどさ、出た57秒4、KSG 選手権よりも速い、めっちゃテーパーした KSG 選手権よりも、めっちゃ満足。そこで1回勝って、もうすぐよね、その結構ね小兵みたいなの出すのがめんどくさって、1回もうその水着のまま、高速水着のまんま、ちょっと脚だけ流して、少し補食タンパク質入れて、また小兵100、今度50の小兵を持って、もうすぐ行かない、だって30分ぐらいね、もうどんどんレース進んでるし。で、そう、で50はね、もう結構もう疲れとったし、うわ、これやべえなと思ったけど、
まあでも100で、あんだけ動いたってことは50もまあそこそこいくやろうと思って、とにかくまああの自分のできるパフォーマンスをやろうと思って、まずダイブからもしっかりこう締めて、あの頭もねこう前に残して、結構ダイブがうまくいったらいいかなと思ってやったんやけど、まあ、実際泳いでみてもう何が速かったとかはその時は分からんかったけど、まあ、このノリが良かったね。こうガーンと入って一瞬にしてやっぱビジョン変わって、結構俺もこの飛び込んだ瞬間って結構周り見るんやけど、そこでは気持ちよく一番になったのが良かった。あのそのまま、彗星のごとく俺は行けて25秒9でだけね、出るとは思わんかったわ。今回も100もね、俺59でいいわと思ったわ。で、50もね、まあ、26はまあ出しときたかったくらいやけど、まさかこんないい結果で2冠できて、こんなマスターズデビューでいろんな人に祝福されて、いろんな人に会いたかったですと言われて、しかも一人で行ってさ、こう冒険感もあって、もめっちゃ楽しかった。会場入りから、ダウンスイムまでなんかめっちゃ楽しかったね。人と会うってさ、やっぱその力になることがねすごい多いね、うん、今回ね俺は一番びっくりしたのは、もう入った瞬間に、俺の本当現役時代を終えた、マキシマムスピードこと、福井祐希先輩がおった。で俺祐希先輩午前中で会うと思ったんやけど、午後もって結構助かったね。祐希先輩にその控え場所とか、こんな感じとか大体流れを聞けたっていうのは良かった。もう気兼ねなく、結城先輩結構マスターズでそのいろいろ知ってるし、波早のサブの、ま、あれもやったこと行ったことあるみたいだし、結城先輩はあ今回はすっごい助けてもらったわ。結城先輩のおかげと言っても過言ではない。ビデオも撮ってくれたし、曖昧までこう声がもかけてくれたし、結城先輩結構俺 ライバルとして41でもまだ出るよね。で今も足を痛めてるんだけど、それでもやっぱし結構、治りかけてきて、まだ復活しようとしてるし、なんか俺その姿ってすごいなとちょっと感心するわ、うん、すごい。もう仕事も忙しいはずなのに、なんか絶対先輩仕事忙しいし、なんかストレスなことも抱えてられるし、でもなんか俺立ち向かっているのはまあすごい、なんか俺が勇気もらえるな。あとね、会場入ってその荷物を要するにここにいいんですかね、そのベンチのとこ置いた瞬間ね、その隣にいた女性の人がさ、浅野さんですよね、浅野光平さんですよね、はいって言って、実はねあのツイッターの記事を見させてもらってます、見させてますって言って、こう多分ちょっとごめん、名前なんとか秘密のなんとかさやったと思うんやけど、ちょっと忘れた。でも、もうそうやってさ声かけてくれるってさ、あのすっごい嬉しいね、めちゃめちゃ嬉しい、いきなり、うん、でもちろんその会場にはさもうすごい結構ね、ツイッターをそのマスターズとか、まあ、水泳の情報を得るためにそので俺もブログを更新したらツイッターに直接流れるようにしてるし、YouTube もなんかいい記事、水泳の記事は基本的に YouTube にツイッターに流すし、あツイッターをこうそのもうどんどんこう発信するようにしてたんだけど、なんかねフォロワーなんか全然俺少ないけどさ、意外とそういうのがやっぱこういろんな人の目に留まってるんやなと思って、めっちゃ嬉しかったわ。あとやっぱアップしてたら誰、三宅さん、もう俺が初めて平方スイミング就職してマスターチームを練習組んだって時にいた三宅さんなんかもいたもんね、まだバキバキやった。やっぱり昔なんかこううわすごいなって思った人のなんか俺くらいに入ったんだと思うし、逆にやっぱ長く泳ぐってちょっとかっこいいね、うん、ちょっと俺その39歳で結局マスターズデビューしたけど、おこの感じだったらずっと行きたいね、うん、この調子で、うん、三宅さんあったら、まあ、そうですよ、完成できたな。あとあの品川水木は、
まあ、滞在の時の、ちょっと俺がまあこう目にかけてたやつで、結局社会人1年2年目かまだ泳いでるもんね。あの俺の目の前で54、また54、目の前で1分59、浮きに浮きまくって1分59で、なんか本人は仕事しながらやっぱ日本選手権を切りたくてずっとやってた。品川の都市の内のスイマーの方誰も泳いでないし、今そのスイマーだ、それもちろん品川より早かったやつに泳げって言われても絶対2バタで1分59なんて出らんけど、続けてるってすごいね。ゆうき先輩、品川、あとあの本当 YouTube で見たことある、俺はねあの方がすごい印象的だ。萌えトレさん社会人選手権もこうプレーで泳いだけど、その人来てたの。ちょっと俺話しかけようと思ったんやけど、ちょっとはなんかその向こうも立てかかったみたいだし、なんかメッセージもくれんかったんやけど、いた、なんかびっくり。なんか本当あのネット界のアイドルみたいな人がさ、やっぱこうパッと目の前にいるってさ、しかもマスターズの試合、なんかちょっとすごいよね。だからまあもう今回、まあ、俺はその目標にしてる原さんもバキバキの体で一人あの出てたし、あとあの宮本さんがチームメイトの宮本さんが多分浅野さんがデビュー戦で、浅野コーチがデビュー戦やかにしてその友達両国金魚の方に話し合いでもすごいこう気が楽になったし、いろんな人に会ったね、うん、でその後結局ある俺は友人の方と食事に行ったんやけど、その後やっぱこう刷新しててやっぱナンパされました。で所属はミドロン SC、 ツイッター名はミドロン SC、 ミドロンなんとかで、アテナアクアメイズで今でも登録している、中西くんね、でも2時間くらいマックで俺おしゃべりしたんだけど、くっそ水泳マニアね。品川瑞希くんもさ、その時一緒にいてくれ、3人でもいろいろ語り合ったんだけど、つくづく思った、うん、って俺にも少し足りないとこだと思ったけど、やっぱ水泳マニアであることは自分にとって、俺は多分どちらかというとコーチングの方のマニアやし、まあその水泳界のこう情勢とかそういうことのマニアである自負はしてるし、多分ほとんどそう、うん、なんやろうけど、もっと細かい、もっともっと歩くスイマーぐらいの、あの中西くんのマニアなのにちょっとびっくりして、ちょっと俺もやっぱあれくらいもっとこう水泳のことを知りたいなと再確認したね。再確認さあ、で今日エニタイム朝行っていろいろ考えて、やっぱあのすぐもっと早くなりたいし、もっとこう泳がずし早くなる、うん、やっぱこう技術もどんどん得たいし、やっぱこうあと久々に大阪に行く、これってなんかねやっぱこう旅をする、いろんなものをまた見る、まあ、同じルーティーンは俺あんましたくないし、そうしないようにしてるんだけど、なんかねこうコンビニに行けば関西弁でさ、なんか物の受け渡しとかいろんなとこに行けば関西弁引っかってることすらもなんか俺こうちょっとブレインショック、あなんかこう来たな、うん、って感じやし、やっぱ関西の人って活気があるし、福岡は今マスターズがすごいこう試合がなくてすごいこうみんな外に、まあ今この外に出にくいよね、でもやっぱりね外に出ていろんなもの生の声とかその現場で起こってることとか見て感じて、なんかこれどんどん発信したり、その試合のことをさその
まだその出てた人がもうどんどん発信したりさ、この自分が何部やったとかいうのをさ、どんどんこう発信してるの。俺ももっとそれでマスターズとかこう水泳のことをこう発信して、なんか楽しさを伝えたいね。うん、楽しさ。関西ってやっぱこう電車社会じゃないけど、こうまあまあ俺福岡にいて、小倉にいて、バスも使うことないし、電車乗ることなんかもほぼほぼないけど、その会場に行くまでに地下鉄、電車、JR、なんとか京阪、わわ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 って、もうエキスパートをアプリで、ね、エキスパート見らない、やっぱ分からんもんね。なんか思い出したね。ほんとあの秋葉さんやったり、波早やったり、なんかいろんな大阪プールやったり、京都のプールやったり、行くときってさ、みんな電車使っていけない、1時間かけてね。その時もいろんな電車を乗り継いでいくのが、まあ、当たり前だね。なんかね、そういうのをこう自分が久々こう会場に一人で行って、なんか思い出したね。本当思い出した。うん、でね、まあ、土曜日にこの波早マスターズがあったことで、多分これ定期的にあるね。じゃあ今度はこれをうまく使って、こう組み合わせた遠征なんかもちょっと今度チャレンジしたいね。で多分これもすごいこう自分がこうチョイスしたり、自分がクリエイティブして、自分が行動的にならんとできないと思うんだけど、例えばね、まあ、実はね、その土曜大阪波早マスターズで、日曜日に秋葉さんでマスターズだったで、秋葉さんとか多分出る決まってるし、超水だね。だけどなんか俺ほんと、じゃあ午前中もしくは午後に2種目やっといて、その次の日パッと和歌山の方に移動して、ホテルとて寝ます。でその次の日日曜日に和歌山の、秋葉さんの超水をガーンと泳ぐとか、それが終わって帰るとかにできたら、まだなんかこう面白いんじゃないかな。いろんな人にこう倍アイデアとして、やっぱ綺麗なプールで、ちょっとまあ ローカル感もあるし、プールとかマスターズで多分出会いがもうちょっと すごいね。出会いの力がすごい。だけど本当いろんな俺試合とかにも行ってみたい。だからもうついこの間大きな試合があって、そこでなんか関東のスイマーたちが集まってうわなったし。日本記録とか見たし、見てみたいね、生日本記録とか。もちろん出したいのもあるけど、それはでもちょっと俺には難しいかもしれんけどさ、見てみたい。もっとその熱くなってる場所にね、これ行きたいなと思う。とにかくね、もういろいろインスパイアされた。あー、こっから日常に戻るのきついね。でも本当有給使ってじゃないと、やっぱその遠くの福岡以外のところには行けんけね。一応あの会社にたこ焼きプリングルスとか、たこ焼きじゃがりこと、たこ焼きソース柿の種も買ってきて、あと家族にもね、ちょっとこうなんか少し食ってもらって、また次の試合、次はね、佐世保マスターズか。2週間後に、これこそやっとね、やっと、宮本先生と一緒に試合行けるし、あと、やっと、この間俺、負けてし、公明で負けちゃった森くんも今日マスターズ今、熱くなってるし、と一緒に行ける。あとあの、やっと、副大関係で女性で、岡本さんもあの水泳競泳をまたこうやりたいので、今誘って4人チームでやっぱ移動していくっていうのは初、うん、それちょっとすごい楽しみ。そこでね、もう俺の長年のライバルである親友である、吉田太鼓先輩にも会えるし、またなんか新しい出会いがあるんじゃないかなと思って。はい、25秒9はおそらく世界トップ10、35、39に入らないと思う。
あの世界の人が出てると思う。まあ、もしかしたらコロナで試合がないんで他の国とことは知らんけど、世界トップ10には入るか入らんかくらい。でもその57秒4は結構強くて、これが多分世界ランキング、2021年度の世界ランキング2020年度では、多分これは6番か5番くらいのタイムに相当するしね。まあ、やっと公式タイムができて、やっとこう正式になんかこの世界に入ったと思うと、なんかこれそれでこうチャレンジしたことを誇りに思う。でも年取ってさ、裸になるだけでもね、これ結構大したもんやと思うし、そのもう本当これお金も労力もかかるし、まあ、逆に健康にもなるんだけど、水泳が好きな人の集まりに行けてよかったね、うん、ジュニアの子も今頑張ってるし、とにかくやっぱ水泳競泳は子供たち、高校生大学生、高体連中体連プロだけのもんじゃなくて、こうやって大人の人も楽しくできる環境がコロナが終わってだんだんこう整ってきたと思うとワクワクが止まりません。はい、以上あるっす。だからね、今度ねこう試合にこう何を持っていってるかとかいうのもちょっとその一回なんか動画にしてみたいかなと思って。俺は結構ねそのウェイトの、絶対ウェイトして帰ろうと思って、今回よかった、めっちゃウェイトして帰りたいけど、ウェイトの道具とかプロテインは絶対持っていくし、あとなんか俺普通にパソコンも持っていくし、おしゃれもしたいけど、やっぱあの私服もやっぱすごい持っていくし、あんまりこうジャージしたくないし、逆にヨガマットとかそのフォームローラーとかそういう毛だけとかフィンとかそういう重くなるな、まあ、これ持っていかんことしてるし、なんか依存してしまいそうじゃない、うん、小さい試合とかね、なんかそんなんもちょっとこう、うん、やりたいね。はい、まだね、あんちゃんまいちゃん、ケントは今日はちょっとお出かけしてるみたいだけど、まあ、俺が先に帰ってきたけどね、ちょっとみんなの帰りを待って、きっとあの俺のレースも送って見てくれて、俺が勝つ姿とかね見たことなかったけど、パパおめでとうとか言ってくれることを願いながら帰ってくるのちょっと待っておくね。はい、以上、ありがとうございます。